の、よいしょ。うわ、広いな。すごいです。なんか本当にリゾートホテルのなんかエントランス来たみたいですよ。こちらがリビングルーム。100畳近くあるこのお部屋はまるでリゾートホテルのラウンジのような明るい落ち着いた空間です。すごいな、なんかいろいろこだわったものがいっぱい置いてある。どれいじってか、こんなの手を置いたら痛くないですか、リクさん。 This is very uncomfortable. あ、そう、そういうもんなんですかね。そしてピアノっていうのが Yes, this is thisBeautiful, it's a Steinway. Steinway? Yeah. 出ました。セレブ御用達、Steinwayのグランドピアノ。ニューヨークから取り寄せたんだそうです。これは僕の気持ちだけじゃないんですけど、この番組を見てるディックファンがですね、これで、なるほど、終わりっていうわけいかないなと思うんですよ。なんか歌って。Give me money. ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。OK, OK, OK, OK. いい？ね、25ドル。Only 25 dollars, please keep. 多すぎたこれじゃ。涙がこぼれないように思い出す生ですよ、生一人ぼっちの夜が歌ってくれたのはあの名曲上を向いて歩こう。坂本九さんを心から敬愛するディックさんはこの曲が大好きなんだそうです。ここでさらにディックさんからプレゼントがあるそうです。 My mother's cooking. 本当ですか？She is the best cook in the world. 世界で一番。 Yeah. じゃあ、食べてっていい？ Okay, sure, I will. Thank you. I will ask my mother. Thank you. Mom! ディックさんだよね。さっき歌ってたディックさんだよね。夕食までの時間、山崎、家の中を散策していると、また何やら見つけました。ここはね、厨房らしいんですけど、すごい人が働いてますよ。ほら、見てください。人いっぱいいますね。そこでは、お母さんが作る料理の下ごしらえをしているメイドさんたちが働いていました。ハロー、エビバディ。ディックさんのお家の皆さんはどうですか？バッファさん、マーマさん、ディックさん。今日なんかご飯ご馳走してもらえるみたいなんで期待してますんでお願いしますね。よし頑張ろう。ボンボン頑張ろう。なんだかとっても楽しそうです。 So now we have dinner with my mama さんパパさん。 Okay? Okay. どうぞ。 Hello. 失礼します。うわCome in. え、ここがVIPルームじゃん、もう。ここは VIP ルーム？ No, no, no. Just dining room. ダイニングルーム？これ普通の？ファミリールーム。ファミリールーム？これが。こちら、ディックさん家のただのダイニングルームだそうです。ちなみにこのダイニングテーブルには16人座れます。ディックさんのお父さんとお母さんが山崎を迎えてくれました。失礼します。お
母さんが作ってくれたのはマレー料理と中華料理が合わさったペラナカン料理と呼ばれるシンガポールを代表する料理。うまっ。お前うまい。うまい。お母さんはやっぱいいですね。あの明るくて強そうで。He is now 84.84? So I look after him very well. お母さんは71. I'm 15. 50歳。I'm 50 years old. 嘘。入院してしまいます。その時お父さんを担当した看護師が若き日のお母さんだったんです。で時間が経って今も同じような関係ですね。 Yes それでは問題です。このディックさんのお家の値段はズバリいくらでしょう。ポイントは敷地面積は750坪、総床面積は2400平米あります。購入したのは今から10年前。以上を踏まえてお考えください。